ーぴょんこんばんは。今日も短いありがとうございます。もうね、今日は疲れたのでこれが終わったらすぐにお風呂に入って寝ようと思います。そう、寝る前にファンの皆さんとおしゃべりしてから寝るのが私にとっては一番いいので。あ、そうです、これファンの方からもらった吉田あかりさんの多分ブランドのニット、あのカーディガンです。着てます。私紫色がすごい好きなんです。今日はなんか赤ちゃんに見える。そう、私紫色がすごい好きなんですよ。紫、あとなんだろう、水色、青、ピンク、オレンジ、白、黒とか。ピンクって言ってもなんかうーんって感じ、薄ピンクっていうか、そういうのが好きです。検査の結果はね、大丈夫でした。アレルギー反楽しかったです。20時まで見れるのでよろしく。うー、かわいいかわいい、ありがとう。もも様ムームー言ってる。あ、違います。この髪の毛をストレートかけてます。今終わりました。ありがとうございます。皆さん、明日は何の日ですか？ドゥルルルルル。そう、皆さん、ママ、はい、あ、ツイッターいいね、ありがとう。31のやつありがとうございます。今ちょうどネガイちゃんのこと考えました。ありがとう。皆さん、明日は何の日でしょうか？じゃあお母さんに投げかけましょう。はい、ヤトカメちゃん観察日記の新刊が出る日です。はーい、イエーイ、あ、俺の誕生日、おー、おめでとうございます。明日は新刊が出る日なんですけど、私はねちょっと一つお仕事があるので、お仕事っていうかなんかちょっとあの、うん、みんな SKE 全員でこう時間ごとにちょっとお仕事というかやらないといけないことがあるので、お母さんに買いに行ってもらうんですが、はい、楽しみですね。まさか、任せてください。はい、カメちゃん出てくるよ。出てこなくてもね、あの、もともとヤトカメちゃんのこの内容的にすごく好きなので楽しみです。ママ楽しみだね。買ったら写真撮らないとね。本当だね。ずっと読んでるもんね。ずっと読んでるよ。すべての瞬間が君だったっていう本、うん、と、すべての瞬間が君だったっていう本と、何だったっけ、ママ、あの、そのやとかみちゃん観察日記をめっちゃ見てますね、うん、なんかね、星の王子様みたいなんだけどね、ママがなかったねえけどね。そう、星の王子様っていう本がもともとあったんですよ、うちの家に。なくなっちゃってて、多分引っ越しする時の段ボールだよ。ピエン、あれ開けるの大変だからね、うん、仕方ない。 ありがとうございます。紫ね、舞台早くやりたいです。私も有栄っていの人はさ、そうかもしれない。桃様が隠したあれすごい重いんだけど大丈夫かな、うん、パパさんとの写真良かったです。ありがとうございます。お父さんとね、写真が話題になってたみたいですね、なぜかね。こんな娘が欲しいみたいな、なんだったっけ、そういう関連、結婚、まあこういう風な、すいてもらえるなら結婚して子供が欲しいなみたいなことが上がってたみたいですけど。どうぞどうぞどうぞ。いや、違う、そうじゃないよ、ママ違う、そういうことじゃないよ。願いとパパの仲いい
ところを見て、自分もこういうのができるなら結婚して子供を作りたいなっていう。あ、いいことですね。あ、みわちゃんはラベンダーより癒してくれ、ありがとうございます。なんかお父さんのあの写真、イケメンな雰囲気あったよ。イケメンですよ。あの、わかんないです、皆さんがイケメンだと思うかわかんないですけど、私にとってはイケメンですね。イケメン、ダンディーですね。なんかファンの皆さん的にお父さんの印象が違うかったみたいで、もっとなんか敵屋のおっさんみたいみたいな感じのことを思ってたみたいも いらっしゃいますし、あとは何だったっけ、ママ、あのもっと小柄でずっしりした感じの人だと思ったんですけど、あのちょっとは多分お父さん身長縮んだんですけど、182センチやね、ママ、はい、182センチあって柔道をしててっていう方なので、柔道を昔してた人なので、あのソウル、はい、に何か、何かのやつね、はい、呼ばれたぐらいだもんね、はい、パパは全然強くないよとか言ってるんですけど、すごい強いでございます、はい、多分私がもし男の子で生まれてたら喧嘩したらこれされた、ビンタされたね、自分より高い。あとは何だったっけ、パパ身長も高いもんね。あ、身長じゃない、あのおしゃれ好きなんですよね。そうなんですよ。そう声とか配信で喋り方で想像したら出川さんみたいなと思ったら全然違うかったね。だいぶおしゃれが好きですし、センスいいですし、私の知らぬ間にめちゃくちゃいい靴とかくれたもんね、まあ、スザイクのとこのピアスをパパにやメガネしている、してた、してないです。あ、はなんですよ、もう本当にどうですよ、です、はい、お母さんが私が目がね痛くなっちゃうので、あのあれを買ってきてくれました、目薬。あっちあるから見せれないんですけど、見て、なくしたり誰かに間違えて持って帰っちゃったりしたらダメだからね。後ろにファンの方からいただいた玉ねぎをちぎって泣いちゃってる玉ねぎをかぶったキャラクターをつけてます。アピーチ、ライアンとアピーチ、あっちはライアンをつけてて、こっちはアピーチをつけてます。かわいいでしょ。マイコもつけてる、あっちに置いてある、持ってこようか、うん、ごめん、歩かせたらごめん。じゃあももが寝てるんだ。あ、じゃあいいよ。いいよ、いいね。今どっか行った？どこ行っちゃった？モモちゃん。よいしょ。体は、身長は父に負けましたが、好きな気持ち。こっちがラガン、ラガンつけてくださいってやつですもいただいて、次は筋トレしてる子ですね。今日私カリウム不足って言われたんです。そうです。ちゃんと生野菜もフルーツもたくさん食べてるんですけど、もともと私筋肉が、あ、ピーチ
そうそうそう、あの私おかうちの家自体がいらないところにあの筋肉がつかないんですよね。そうです。お腹が筋肉はつくんですけど足とかに筋肉がつかないんですけど、今回私怪我しちゃったじゃないですか、腰と。で今左足が筋肉があの固まっちゃっててね、うん、でちゃんとほぐしたりお風呂の中でほぐしたりお母さんにマッサージしてもらわないと痛くなっちゃうんですよね、ママ。なのでもともと筋肉の使い方が下手というかつきにくい体なんですよ。でなんかカリウム不足ですって言いました。こんばんは。ウォーキングからのスーパー買い終わって配信来ました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。かわいいでしょ。ファンの方からいただいたこの2つを使ってます。あとでこれでスクショしようか、ママ。こっちがあのこっちが羅漢でつけるやつのやつにライアンをつけてて、こっちはピーチをつけてるやつはあのなんだったっけ、ママコンタクトつけたまんまでも飲めプロテイン、そうそうそう、プロテインとか飲まないの。私ねプロテイン飲めないんですよね。あのお父さんによると私はウォーキングはするんですけど、あのムキムキの人みたいな感じでずっと筋トレはしないですし、今はあんまり筋肉をつけない方がいいのでね、足痛めちゃうから。だからあの踊ってても今は平気なんですけど絶対ほぐさないといけないので、あとむくみがあるので、あのプロテインはパパはカロリーが高いからなんかもっと運動するなら飲んだらいいけど飲まない方がいいんじゃないって言って、で私あれだったんですよ、あのあキャンディー飛んできて、キャンディー一つほら両手の中幸せになれる呪文みたい、ああアンニョンアンニョン、パパさん詳しいね。そうなんですよ、だからプロテインがずっと放置されてるんですうちの家にね、買ったのに。頼みよ。カリウム不足がむくみの原因やって。痩せましょう。いやもう怒られたよなこれな。怒られた。痩せましょうで怒られた。ね、あチャイナドレス着ることになりました、イエーイ。31日のハロウィーンの東海の日はあのね水色あとサイリウムカラーのチャイのドレスを着ていくことになりました。釣りってプレゼント OK なの？あ、ちょ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 、これはママが、これママが買ってて、このシールがファンの方からいただいたやつですね。そうです。あ、カホリウムが不足してるのかも。そうかもしれない。あ、丸干しかちりめんじゃこ食べてくださいやって。この間パパが来た日に静岡県の何を食べたっけ、しらす、しらす食べたよね。そう、今も痩せてるようです。ありがとうございます。全然なんですけどね、全然、まあ、まあまあまあ私の基準では。でもありがとうございます。このカチューシャつけてると髪当日の写真楽しみに待ってます、ありがとう。1日はないですから皆さん楽しみにしてください。今プレゼントの人とか、うん、あら今日も可愛い、ありがとうございます。何ですか？お昼食べたの。今日はね、あの私、まあ、知ってる方の方が多いんですけど、お昼食べないなら夜と朝で絶対1日2食にしてるんですよ、土曜日以外は。でもなんかなんか知らないんですけど、ちゃんとカリウム不足って聞いたのでママはちょっと頑張りました。で最近ちょっと胃もたれがひどいのでそんな食べれないんだよねママ、うん、なのでお母さんがガーリックチャーハンを作って、エビとほうれん草、玉ねぎ、えのき、エリンギか、エリンギとしめじと、しめじとほうれん草、ほうれん草さっき言った、うん、入れて炒めてくれたのを食べたんですけど、全然食べれなくて、あの食べるとこはできなくて、なんか最近ちょっと胃もたれがひどくてね、なんかお医者さんによるとストレスがかかってますって言われ、本当に
ねストレスがすごいかかってるのでって言われちゃう。それが原因ですねって。どこも悪くなかった。どこも悪くないんですよ。でもストレスが原因で吐き気とかを催してるって断言されて。安いせっかくなので、で夜にさっきありがとうございます、ネガイちゃんみたいな、ネガいるだけで可愛いですよね。ママ可愛い。ストレス解消のために好きなものを食べて、あでもね、なんか病気とかじゃなくて昔なんか立ちくらみするの気にしないで大丈夫だよ。メイク、中国メイク、中華メイクとか台湾メイクとか韓国メイク、私はいつも K-POP のメイクとかをいろいろしたり、自分の合うメイクを探していろいろ組み合わせてやってるんですけど、中華メイクやってみようかな。ママやってみよう。それは美味しい。どこですか、行かなきゃ。ブルーベリーも好き。お父さんがマスカット買ってくれたんです。シャインマスカット、広島県産でカナダ人さんが作ったシャインマスカットです。中華メイクって言ったら、かっこいいメイクだよね。そうだね。うん。中華料理作るみたい。そうだよね。私も最初思った。メガイは、あ、ちょっと待って、目が乾いた。コスメ持ってますか？持ってないんですよね、ママ、うん、持ってないんですよ。なんかリップ本は持ってます。2冊買ってました。三月さんが好きそうな感じでは、声が上がったね、ママ The Harley Quinn とジョーカーのやつ。目薬の差し方は勉強してください。差し方が全くの素人でピエン。あ、私上から刺すのが怖くてできないよね、ママ。そうなの。私前から刺すんですよ。そっちの方が的確に入るんですよね、ママ。そうなの。この刺し方もあるらしいですよ、ママ。そうなの。あるよ。みんなメイクとか取れへんようにこうやって入れるもん。画面に近づいたら心臓麻痺です。写真見ましたけど、ポポさん痩せましたか？痩せましたよ。めっちゃ痩せた、柔道の時よりもね。100キロ超えだったかな。絶対そうじゃないとダメなんだよ。強制的に太らされるだもんね。そう。胃もたれに効く飲み物といえばヨーグルトと牛乳で、俺も飲んでいます。あーいいですよね、本当にヨーグルトと牛乳大好きなんです私。よ、あ、牛乳あんま好きじゃないわ牛乳あんま好きじゃないわ、ヨーグルトの方が好きかな。私はね、皆さんヨーグルトを食べるときは私を真似してください。ビフィックスヨーグルトです、皆さん。ビフィックスヨーグルト、あなたも綾瀬はるか町になろうっていう CM のビフィックスヨーグルト、ぜひ皆さん読んで食べてください。私が絶対に愛用して食べてるビフィックスヨーグルトです。めちゃくちゃ美味しい。眼科で世話になった身としてはまぶたには触らないです。そうなんですね、ビフィックスヨーグルトだよね、ママ。そうです、あれが一番美味しいです、私の中ではね。にブルー、冷凍ブルーベリーをかけて食べるのが美味しい。プレーン派ですね。カチューシャ願い可愛い、キュンです、キュンです。今度はずみさき行くよ、ねがいちゃん行ったことある？ありますよ、はずみさき。僕叫んでたね。僕若い頃86kg あったけど現在は72kg になりました。お、すごいね。すごい。ヨーグルトの関係者はソーンちゃんを CM モデルにしてください。お願いします。お願いします。プレーンヨーグルトにカルピスが好き。え、そんなやり方あるの？体にピース、カルピース。その辺
何をやってるんだろうって、うん、お姉ちゃんカルピス大好きなんですよ。私はジュースあんま好きじゃないもんね。そうだね。スムージーは好きですよ。にがいさんは東北に行ったことはありますか？あったかな、わからんな。性格とか似てるなと思った。ああ感謝します。ヨーグルトにブルーベリー以外は何か入れる？私はキウイ入れてます。私はレーズン、干しぶどうを入れてます。韓国にはヨーグルトと何々が、あ、ドーナツのあれでしょうか、セットになってるのが有名、シリアルね。あれお姉ちゃんおいしいって言ってた、食べてみたい。何？スヌーピー？私スヌーピーの話してた今。え、すごい目が見開いた。ママちっちゃい時スヌーピー好き。スヌーピーの名言集見るの好きですよ。私もカルピス好きなので韓国で注文しようと思ったら1本あたり600円、あー海外、うち日本のやつだからじゃない、ぼったくりぼったくり。今日はまだうちうちの更新がない、ないです、今日はない。え、スムージーは話してます。もうスムージー大好きなんですよ。もうスムージー様様です。イエイエイ。ちょっと目に何かがついてるような気がしますね。私は牧場の朝ヨーグルトが好き。あー食べてた、大阪にいた時食べてた。ちょっと待ってね。うん、巻き場の朝、うん、巻き場の朝ヨーグルトじゃなくて牧場じゃないでしょ。ごめんなさい。ごめんなさい。思わなかった。ちょっとごめんなさいね。目に何かついてる気が。あ、恥ずかしい。ブルーベリーついてた口に。見ないことにしててください。ブルーベリーがついてました。にゃ、反射してる？反射してたわ。僕はバニラヨーグルトが好き。美味しいよね。美味しいよね。何でも美味しいよね。もうヨーグルトは美味しいよね。ヨーグルトは思いっきり振って飲むヨーグルトにしてた。飲むヨーグルトにしてたの？あ、思い出した。給食で私は思い出してました。チャチャチャ。あ、台を使ってるんですよ私。皆さん思い出しました。私は給食、給食の牛乳が嫌いでした。ママなんかね、ママも嫌いだった。なんか家での牛乳はねが飲めるやん意外に、うん、あの瓶の牛乳がねが飲めないの。なんか香りがねよくわからなくて、なんかぬるい牛乳が苦手なの。ダメだね。共感してくれた、うん、共感します。あら、どうしました？ヨーグルトに冷凍パイナップル入れて食べます。パイナップル、家族が隣の部屋で肉じゃが食べてて匂い、いい匂いが、お腹すいたな、食べに行きなさい。命令系になった。皆さん食べに行ってくださいよね。家族団らんは必要ですよ。
お風呂入るからまたね、またね。瓶の牛乳は戦闘上がりに腰に手を当て、うん、そうだね、グッ。私はあれが好きです、あのコーヒー牛乳。ブルーベリーをつけたネガイちゃんベリーグー、うん、うまい。分からなかったよねママ、うん、分かってない、大丈夫大丈夫。ファンの名前覚えたりプレゼント大事に長く使ったり努力家で負けず嫌い家族思い、ありがとうございますね。あの吉田彼さんの動画のやつもなんかやつと私は似てるって見ました見ました。あんな綺麗な方と一緒なんて申し訳ないんですけど、ミルメイク入れると美味しい。ミルメイク食べてみたいんですよママ。何それ。え、知らないよ。いやドカメちゃんをちゃんと見て。ごめんね、見る、読むね、うん、今ポトフ食べてるって。食べて、ポトフって何、まあ茹でたお野菜が入った、あーあれか、うん、美味しいよ。あー美味しそう。ヨーグルトバーとか食べたことある？ないです。名古屋市で作ってる名古屋市の給食では出ないミルメイク。そうなんですよねママ、出るんだけど、出るのか分かんないんですけど、なんか私は出たことなかったです中学校こっちに引っ越してきた時。味が少ないのかな、うん、20時になったらね、また来るね、楽しかったよ、ありがとう。ありがとうございます。バーベキューやって残った食材をポトフにしてた。わーおいいねママ、うん、ミルメイク学校の給食で出た。薬局にママミルメイク売ってたで。そうなの、今度やってみようよ。そうだね、ミルメイク配信。あ、いいね。私食べれるかな、苦手なら苦手って言うかもママ、うん、母様のギャグがスルーされた気もしますが。え、ギャグやっとった？何も言ってないです。え、何も言ってないです。本当に、はい、ごめんね、拾ってあげられなかった、うん、いいえ。パパさんがイカついってのもネガイちゃんと似てるかなって思うパパかっこいいよね。あのね、多分パパに睨まれたらみんな逃げると思いますよね、うん、多分ね、あのね、すごいね、お父さんね、チャランポランみたいな喋り方してるんですけど娘のこととなるとめっちゃ怖いよね。そうだね、うん、めっちゃ怖いので、例えば私がなんか危害を加えられたりしたらね、例えば刺されたとかやばいことになったらもうおいやーってなる、うん、おいやーってなります。うちのお父さんに睨まれたら絶対にみんな逃げると思う。普通はすごく礼儀が正しく誠実な、そうなんですよ、腰がめちゃくちゃ低いよね、謙虚で。そうですけど、娘に家族に危害が加わったりすると人が変わる人なんですね、あの人。うん、まあどこの親御さんも。そうよね。そうですよ。でも絶対に人に手を挙げない性格で、手を挙げないよね。どう分かってる、自分の力加減分かってるじゃん、うん、若い頃に壁ぶっ壊したぐらいなんだから。そうです、ね、壁に穴開けたんですって寄ってていやガラス割ったんですよ。朝起きたらバリバリやったんか、針金入ってるガラスを。願いの顔がでもなんかすごい腰が低くて優しくてっていう人なんですけど、お酒の酔い方は全然今はちゃんとしてるよね、酔わないし。言わない。若い頃は誰も殴ってなかったんですよねパパ。誰も殴ってなくて家帰ったらなんか窓ガラス割ってたみたいな。大丈夫です、皆さん。お父さんは人に手を挙げないです。自分の力加減を柔道で知ってるので。黒帯やろパパ。当たり前やんか。うちのお父さんは黒帯なので、人の強さの人に手を挙げる強さは分かってるのでパパはね。そう、柔道のうちの元柔道部のお父さんはとてもいい人ですよ。そうねママ。そうですね。柔道って調べるとなんか怖い事件とかが出てきてさ、ママこの前、うん、誤解されないように言っとくと、うちのお父さんは大丈夫な柔道の人だから大丈夫な柔道の人
でもパパ手使うのも口があるから。口はもうね。すごい。ママの当たり前やんかが誇らしげですけど、見たことあるパパの柔道姿。ないか。柔道着は着せて着てもらったことがある。そっちか。有段者ですかって。何有段者って。私の意味は分からんけど、黒帯です。パパにですね。そんなパパもママには勝てないのかな。いや勝ちますよ。勝ちますよ。口ではもう手とか出さない。手と手も出さないし、手も出す、絶対手は出さないですけど、口は絶対誰にも、うちの家族は勝てないです。パパに言えば、パパ、願い、お姉ちゃん、お母さん、口の強さで言えば、ね、ね、のペチャクチャペチャクチャ、私はこうやって仕事場以外では喋らないんですよね、疲れるから。喋らない、喋るのあんまり好きじゃないのでね、あのなんかゆったり喋りすぎるとこのね、そうなんですけど、あの怒ったら何が何でもね、ママ丸め込みに行くもんね、私たち。怖くないですよ。怖いとかじゃなくて、そう、ああ言ったら for you みたいなね、ママ。そうですね、ママに何か言ったら、私がポンって言ったら、ママは何も言えなかったっていうパパからの血をね。パパさん柔道 vs 母様ケーキの勝負を見てみたい。for you、作らない方がいいと思う。似てない、そこ。パパと似てるんじゃない。パパママに似てるで、って言われたやん先生に。そうだね、できて私目が合うんだけど、消えるまでちょっとだるまと目を合わせ。うん、消えへんで、このだるま。ママ4段で強い。強い。言ってくれた方名前読めないけど見とこう。あー、まただるまが飛んだるまが出てきてる。すごーい。現実になったら絶対怖いよね。目の前にだるまが100個あんねんもん。紫のだるままで来た。うわー、好きな色だ。イエーイ。ありがとうございます。130個ぐらいになったんじゃないかな。あ、消えた。紫のだるまだけになった。すごい綺麗。100個やって。あ、すごい綺麗です。カムサンダコマオ。黄色が来た。え、黄色？黄色のだるま？うん。え、そうなの？ママ初めて見たかも。黄色とかブルーとか紫。自分は楽しすぎてくねくねしてた。ルアセになってますね。はい。任せてください。うわ、だるまやで。今日はだるまになってそう。だるま祭りでしたね。皆さんで私の変な遊びみたいな感じの表情に付き合ってくださってありがとうございます。筋トレで遅くなりました。ごめんやで。お疲れ様です。夢の中でだるまになった願いが出てきそう。まん丸いな。カチューシャめちゃくちゃ可愛い。ありがとう。ミレアイちゃんが20歳になったら串カツだるまで串カツ食べたい。おお、食べたいですね串カツ。お母さん串カツ大好きなんです。串とついたものは全部だけ大好きなんですよね。パパにこの前言われちゃった。昨日か言われてましたね。
明日のお昼ご飯はママは何を作ろうと思ってらっしゃいますか。体に優しい自家製の麻婆豆腐にします。願いが大好きな麻婆豆腐作ってくれんの。はい、豆腐、はい、イエーイママ手をつなごうぜ。ももちゃん寝てるんだ。おいでもも、だるまと一緒に見合わせよう。赤ちゃんの匂いすると思う。赤ちゃんの匂いすると思う。寝起きは赤ちゃんの匂い。ヘイ元気かい。元気です。ヘイ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 、行くでママ。意外でトゥトゥホーホーハー。はいツイッターのパパさん見たらかっこいいね。ありがとうございます。あ、おーちゃんだるまさん、あ、星と目を合わせてる。みんなのみんな、あ、あ、こっち、ちょっと今眠たくて、あの嫌みたいですね、ごめんなさい。眠たくてみんなに顔見せたくないみたい。クシがつくのが好きならセクシーも好きですかってママ。セクシー好きです。はい。お、ついでにおーちゃんも某女子さんが飼ってるですよママ。そうなの。うん、辛い麻婆豆腐ですか。うちの家は辛いですよ。辛いです。何でも辛いですよ。お父さんがね、異常に心配したんです。ストレスで胃が痛くなってるとか吐き気がしてるとかね、いつってやったっけ、うん、でもママが言ったら、願いには言わないけどめちゃくちゃ心配した、うん、大丈夫か大丈夫なんか心配性なんですよ。ももちゃん7歳になります。7歳なんですけど、病院の先生から見たらめちゃくちゃ若いらしいです、7歳なのにね、うん、その理由は1日中ずっと寝てるから。生まれた時っていうか、お家に来た若い頃からずっと寝てるよね、ももちゃん、うん、ママと一緒に寝てる。そうなんですよ。皆さん、昨日のお母さんのね、びっくりなお話を聞かせてあげましょう。あのですね、私、変なこと言わないんだね。うん、私はですね、最近ちょっと寝れないんですよね。あのちょっといろいろ考え事をしたりして、あの大丈夫ですよ、心配しないでください。まあ寝るのが、あのあの布団に入るのが11時だとすると、寝れるのがまあ2時とかなんですよね。まあお母さんがいびきうるさいのもあるんですけど、まだ言ってるじゃないですか。うん、通称大丈夫よ。いびきはもう慣れたんです。大半が考え事なんでね。それで私ここで寝ててもう寝れないなと思って、ベッドの上で小説を見てたんですよ。そしたら急にお母さんが寝言で、いびきが急に止まったなと思ったら、はいって声を上げ出したんですよ。どうしたと思って、はいって言って、んと思って、あ、でも寝てるから声かけんとこうと思ったら、願い読んだとか言わせて願い読んだよね私の名前って。読んでないよ、一言も喋ってないって言ったら、あー夢やったはーんとか寝て始めて、ももはそのはいでびっくりしてジタバタしてた。一緒寝てるからね、もうあの布団の中でね、もうグローリーデイズ踊れるぐらいジタバタしたよ。ああもっとジタバタしながら泣いてててて、てはいはい、あらら探検隊。この前ママがさ、たまに、あ、ママってね、よく武勇伝を語るんですよ。ああパパとの仲なんですけど、パパといつも面白がってるんですけど、その時にこの前パパと一緒にやってたのが、ママが武勇伝っぽいことを話すと、パパと一緒に武勇伝武勇伝武勇伝伝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 って絶対言って、めっちゃ古いじゃないですか。言ってたやろ。言ってた。そうなんよそれが嫌なんよ。無理にでも話の中心になりたい人がいるやん。ママ、ママは自動的に話の中心。いやいや、話の中心になりたくないのよ。なのに贅沢な悩み。あー願いが可愛い。そう、いや言ってほしかった。なかったけどね、センターじゃないので。パパさんは現在ミナルナさん推しですか。谷さん、うん、谷さん、ミナルナさん、ランナンさん、もう顔がめっちゃ好きって言ってます、3人とも。いや谷ちゃんは綺麗だよねみたいなね、うん、スタイルいいしとか、ショッソいし、うん、ミナルンは、あ、ごめんなさいね、私が呼び捨てしてるんじゃないですよ。みなるんは顔が可愛いよねっつって、うん、次誰だったっけ、あの、あ、そう、ランランさん、うん、ランランも顔が可愛いよね。ゴルフ好きだね。ゴルフ好きだしね、パパも。パ
の色も綺麗だね、ブルーは。星の温度遠くで燃えてる、恋心気づいてほしい。私はネガイちゃんを話の中心にして皆さんに良さを伝えたい。ありがとうございます。ネガイちゃんも顔が可愛いよね。いや顔も可愛い。ありがとうございます。ママさんは隅っこでネガイちゃんを支えてるんですね。そうです。どうもありがとうございます。ももちゃんからベイピぜひあのネガイちゃんおすすめしてみてください。お願いします。お願いします。すみっこ暮らしたママのことだったのか。そうですね、うん、いや目立ちたがり屋ですよ。ハートは愛の味がします。可愛がってるタイムをお楽しみください。よかったですね、ごめんなさい、ごめんなさい。ママのとこ行く。あ、大丈夫。携帯でこけた。携帯でこけた。うん、蝶みたいでしたね。ビート刻んでますね。いいビート。ハートは胃腸に優しいからいっぱい食べてください。ありがとうございます。トゥース。はいはい、 DJ ももちゃん、そうなんですよ。ネガイちゃんは音楽ゲームとかする？しますよ。ちょっと音楽ゲームのアプリを今ちょっと入れてみて、皆さんやっね、音楽は聞かせれないんですけどやってみましょう。音楽ゲーム、これやってみよう。ピアノタイルミュージックね。皆さん、私がゲームしてるとき夢中になったときを見せてあげましょう。皆さん、こういうのね、なんかファンの皆さんが私が音楽でノリノリになってるやつとか好きらしいんですよ、ママ。そうなんです。ちょっとやってみますね。今あの入れてくれてます。あの今入ってますね。頑張れ頑張れピアノ、ピアノ頑張れ頑張れ、頑張れ頑張れピアノ、ピアノ頑張れ、どん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 。最近たまに夢の中でフルボッコだどんっていう声が聞こえてくるんですけど、これは何だと思いますか？ありますよね、あの太鼓の達人でなんかフルボッコだどんみたいなやつあるじゃないですか、ママ。あの声が夢の中で1回か2回絶対に出てくるようになってきたんですけど、前になんか怒ったドンとか言ってなかった？え、言ってなかったっけ？あ、怒られ、太鼓の達人さんの勝手に怒ったドン使うんじゃないよみたいな。なんてこった。あ、フルコンボだし。私狂気的な言い方してたよね、今。フルコンボだと。お嫁に行けない。暴力的な子やと思われたかもしれん、ママ。は最初からゼロやったんだが。はい、頑張って。あ、
今ジェットコースター、いやちょっと何だったった言うこと聞きなさい、ちょっとあもう一回、もう一回、ちょっと著作権の問題があるかもしれないんで、ちょっとイヤホンで本気を出しますね。本気あるんや。無言になってきた。いけ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 になったって言ってなんか絶対勝つ、ピアノになんかに負けてたまるか。手が痛い。そんなこう、そんなゲームあるの？勝ったー、やったー、よっしゃ。痛いわママ。勝ちました皆さん。もうゴリゴリです。ゴリゴリで。ちょっともうゴリゴリ。こんばんは。勝ちました。あーしんど。負傷しました。ちょっとダメでしたね。弾んでた体が。うん、弾んでた。はい。モイラ元ゲームプログラマーやって。いやだ、そんなすごい方の前で私ピアノでキャーとか言ってたんや。うん、まあね、ジェットコースターの時はもっとうるさいんですけど、あのね、ピアノのゲームでピアノの音を叩いてやるやつで、あの手首を今負傷してました。勝ちました。3回目ぐらいで勝ちました。それでは皆さん、今日はね、ハンになりました。ピアノなんたらこんたらで終わりになってしまいましたが、皆さんとお話できてとっても楽しかったです。それではスクショタイムに参りますが、今日お母さんが買ってきてくれた目薬2つに、あのファンの方がくださったライアンのシールをつけたものと写真を撮りたいと思います。皆さん、はい、チーズ。見えませんね、反対でした。皆さんありがとうございました。皆さんもね、体調に気をつけてください。ストレスをね、できる限りためないようにしてください。はい、皆さん、それではママがね、今からあのママと一緒にお風呂入らんお風呂入って、あの足のマッサージをして寝たいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。
そろそろスクショタイムでね、ももちゃんをって言ってくださってるんですけど、ももちゃんちょっとペロペロタイムに入ってるので、それで行こうか、いい、ちょ無理やりはかわいそうやから、それではバイバーイ、ありがとうございました、フォローしてあげてね、モバメツイッターもブログ、モバメツイッターインスタグラムブログやってるので、ぜひフォローと登録お願いします。そしてあのこのショールームのフォローもよろしくお願いします。